茨城県道二百八十九号富谷稲田線、桜川市山口茨城県道二百八十九号富谷稲田線は、茨城県桜川市から笠間市までを結ぶ一般県道である。茨城県桜川市富谷の茨城県道四十一号、筑波町湖線分岐を起点として、東方向へ進み、笠間市稲田の国道50号交点を終点とする、経路で、途中、 桜川市南飯高目岡にかけて、茨城県道257号西小花は毛火線と重複する。ほぼ、国道50号と、並行した北側に位置する。1959年10月14日、新たな県道として、西茨城郡岩瀬町大技、富谷を起点とし、笠間市田町を終点とする区間を本路線とする。 県道富合田線として、茨城県が県道路線認定した。1995年に整理番号289となり、現在に至る。桜川市、亀岡山口にかけて一部で道路改良済みであるが、大部分は未改良の1から1.5車線の境硬な道路が続く。特に、笠間市田地区は、 交通量は少ないものの利合困難な箇所がある上、三陰石の石切り場へ出入りする大型ダンプカー等が通行することがある。桜川市は岩瀬盆地北部の農耕地域を東西に横断し、桜川市と笠間市の市境付近で標高は低いが闇沿山地を超える山道になる。笠間市稲田地区では特産の三陰石の石切り場や石材加工場が 沿線に集まる昭和46年9月2日の道路の区域を変更をする告示では、西茨城郡岩瀬町大和富屋あ場ば463、県道岩瀬益子選考点としている昭和46年9月2日の道路の区域を変更をする告示では、笠間市島を田町一般国道51号線交点としているが、一般国道50号の5期と考えられる。 福音、曲線半径、勾配その他道路の状況により最大積載4トンの、普通貨物自動車が通行できない区間。ABC、道路の区域変更、道路の共用開始、茨城県法、第5944号、ピアニッシモ、90、ABCD、茨城県道路現況調書平成31年3月31日、現在、 P17 茨城県法第2846号昭和24年7月13日茨城県国時第374号より県道路線認定茨城県法号外10月14日より道路の区域決定茨城県法号外10月14日より道路の区域の変更茨城県法号外第63号 P5 道路の共用の開始 茨城県法号外第63号 PQ 県道の路線名及び整理番号の変更平成7年3月30日茨城県国示第436号茨城県法第637号ピアニッシモ82道路の区域の変更茨城県法第1707号ピアニッシモ78ありがとうございます